あ、あれ？いつの間にか、外にいるんだけど。お家がわからなくなっちゃった。いや、徘徊してんじゃないんだよ。岩にメモがある。一瞬木の枝が見えたけど。これは、今までのメモとは違う、手紙だね。サムエ、コルトンって名前の丘で会いましょう。差出人は、ブライアン。本当に申し訳ない。え、調べてみたら、サムは女性だったみたいです。あ、そうなの？私もサムって男性の名前が一般的なんだと思ってたよ。複雑なストーリーがあるにもかかわらず、メモに目を通さなかったので、前回思いっきり間違った解釈で動画を作ってしまいました。申し訳ありません。ということは、サムは、女性、ブライアンは男性。で、前回、S と B のハートがあったということは、この二人は、すでにカップルなのかな？ということになります。この先の展開については、調べた情報を挟みながら対応していこうと思います。すみませんでした。まあ、ここからは気を取り直してやっていこう。そうだね。部屋に戻ったね。最後、足音が聞こえたけど。ということは、あの丘で、サムとブライアンが会ってたってことかな？ラブサムってタイトルからすると、これは、ブライアンの日記ってことだったのか。それはね、まだ何とも言えないんだよね。おっと、ネタバレは控えないといけない。しかし全部英語だからな。ストーリー解明できるのかな？うわ、ドントルックアウェイ。よくこんなにいっぱい書いたな。目をそらさないでって。サムもブライアンも付き合ったばかりで盛り上がってるのかな？あ！うぐ！やめろ！どうなってるの？引っ張ってくるんだよ。ブライアンは、こんなことするやつなのか？引っ張る強さやペースがバラバラなんだ。なるほど。ルックアウェイしちゃったら、ゲームオーバーかもね。ぐぅ！ブライアン、どうしてこんなこと。あ！というわけで、あかりちゃんはルックアウェイしちゃいました。今の演出で見えたのが女性っぽかったから。おそらく、このゲームにおける被害者は、サムってことなんだろうか。はぁ、畜生。なんで電気消しちゃうんだよ。やぁー！おー、素晴らしい。待って、今の、結構、怖かったんだけど。初めて見る迫り方だったね。コマ送りで、時計の秒針の音を刻みながら迫ってくるのが、とっても新鮮。あ、この子スイッチ入ってます。なんだか、徐々に怖さが増してる気がするんだけど。なんだよ。引き出しがガタガタ言ってる。これは、クリックの連打で引っ張り出せそうだ。よいしょ。もう一段も引き出してやる。これ何なの？剣山でも入ってるの？シリンジのようにも見えた気がしたんだけど。シリンジ？注射器だよ。なんだか危ないお薬でもやって。それなら、引き出しに隠してるってのは成立するんじゃない？離脱症状による幻覚から逃れるために、引き出しの中を漁って散らかってしまったってこともね。そんなヤバいキャラだったの？ドアスコープから見える景色が変わったね。なんだか、トイレみたいじゃない？あれ、また外に出てきた。動画の初めて見た景色と同じだね。ブライアンと待ち合わせてた丘ってことか。結構ストーリー的な展開が多いんだね。日本語でやりたかったな。あれ、小さいけど多分人影だよね。消えた。てか木の柵が少し壊れてるところが、すっごい気になるんだよ。まさか、ここから落ちちゃったんじゃないかとかって考えちゃう。落ちたのか、落とされたのか。覗き込むのは良くないよね。今の演出を見る限り、やっぱり落とされたって話になるのかな。それはあの場所に呼び出したブライアンがサムを落としたってこと？それはまだわからないかな。記憶を追体験してるパターンの場合は逆の演出を見ることもあるからね。シャッターの音？盗撮？この変態ね。どこだ？音はこっちの方から聞こえる気がする。何もない？ここ開けられそうだよ。メモが入ってた。シャッター音が何だったのか。また？全然見えない。どうしたらいい？
これで一旦収まったんじゃないかな。これ、絶対どこかにカメラが。あった。カメラ、拾ったよ。ホラゲのカメラって嫌いなんだよね。シャッター切りまくってるシーンなんて動画では見づらいし。っていうかさ、盗撮されてたの？これ。この演出の前に、シリンジらしきものが見つかってるし、このカメラは、サムを盗撮していたもの、とすると、ブライアンが結構やばいやつで、サムを手にかけちゃったって話が見えてきたよ。そうだね。危ない人間性っていうのが見えてきたね。これ危ねえやつの書いた日記だったのか。ラブサムなんて可愛いこと言って、中身サイコパス日記じゃん。ここからめくれないな。お。都合のいい時だけバッテリー復活するスマホ。なんだこれ、サーベイって。調査のためのアンケートなのかな。ま、とりあえず、適当に Yes Yes で進めちゃうよ。It's all your fault。 全部お前のせいだ。葵ちゃんが私にこのゲームを進めた理由がわかった。またかかってきた。とびっきり怖いわけじゃないけど、雰囲気といい、演出が独特なんだ。そうなんです。シャッター切りまくるシーンはカットしました。またノックだ。玄関を見に行こう。とりあえずカメラが唯一の光源だから持っていかないとね。暗すぎて、玄関の方向すらわかんないよ。あれ？これ部屋の中を覗いてる？しかも机にはサムがいるよ。どうなってるの？マジかよ。部屋の中にいるのかよ。日記のところまで行かないと。なんなの、このジメジメした雰囲気。下手なジャンプスケアより、こっちの方がいいね。瞬間的な怖さか、持続する怖さかってことだね。ね、さっきから無言電話ばっかりなんだけど。盗撮に無言電話、ストーキングか、嫌がらせか。ね、今回も無言電話だ。でもこれ、ブライアンがサムにかける必要なんてある？しつこいね。まあ、これも繰り返した後に何か展開してくるパターンかな。だろうね。だとしたら、次くらいで何か起こるかな。来た。言った通りだね。分かってたようなものだし、そんなに怖く。え、待って。これ電話じゃなくって。こっちの方から聞こえてくるんだけど、想像と違う切り口からアプローチされることこそ、ホラーゲームの面白いところだよ。行くしかない。あれ、ここはユニットバスじゃなかったの？別空間に来たみたいだね。明るい場所ならまあよしとしようかな。男性用のおトイレだ。ふう、とにかく、さっきの声の主はいないみたいだね。この人、さっきのスマホの演出で見た人だな。大学の張り紙っぽいね。ここは学校の男子トイレなんだろうか。何の音だ。何笑ってやがるんだよ、みたいな意味の落書きかな。さっきのは、このチラシを破った音か。口だけ残ってるのが妙なんだよな。気持ち悪い気持ち悪い、何なのあいつ。私ここで大好物です。聞いてないよそんなこと。じわじわ近づいてくるのやめてって。ああ、その耳方だとインコースで攻められるよ。なんとか逃げ切れました。あれ、真っ暗なんだけど、なんだこれ。臆病になるな、Bの。ダメ？どういうこと？今のは、男の人が映ってたね。彼がブライアンなんだろうか。あ、待て待て。とすると、どうしたの？今の流れを振り返ると、ブライアンが盗撮されてたってこと？え、ブライアンが盗撮してたんじゃなくて？いや、まだわからないけど。
でもそれならサムがブライアンに対して異常な愛情表現をする人間ってパターンもあるんじゃない？あ、この子は、また来たー。見た目がいない。一度ブラシを使うと、クールダウンに約3秒かかる。なんとかいっぱいいるぞ。しかも、ブラシの瞬間に場所を把握しないといけないから、ここは結構難易度高そう。と言われているステージを初見でクリアしましたがどうですか？やるやん。いや、しかし不気味なステージだったよ。さて、一応、お部屋に、変わりはないか見てみよう。ゴミ袋。まだ、遺体が入ってるとかはわかんないからね。猟奇的すぎる。部屋にはゴミ袋が増えてるくらいでした。私は他にも増えてるものを見つけました。え、嘘。教えて教えて。今度は、メッセージかな？もちろん読めないからスルーなんだけど、メッセージの相手は、ステイシー。ステイシーは多分、女性だよね。サム、ブライアンに関連する周囲の人物も出てきたね。二人で何かを企んでるような文章。二人って、ステイシーともう一人は。どこだここは。アウトラスト2でも始まったの。学校、大学か。大学での出来事が何か関係してるんだろうか。うわ、びっくりした。ああ、これがサムとブライアンなんじゃない？左はサムなんだよね。二人、仲が良さそうだし。男子トイレでも笑われることへの恐怖みたいな演出があったよね。この操作キャラって一体誰なんだろう。ええー。うわ、やだ。もう嫌だよ、このゲーム。